IND8 番街線はニューヨーク市地下鉄を構成している地下鉄路線の一つである大型車を使用する P ディビジョンに属する1932年に市営の独立地下鉄網の最初の路線として開業しニューヨーク市民には AS アベニューサブウェイとして親しまれている路線の北端はインウッドにあるインウッド -207 丁名機、南端は ブルックリンハイツにあるハイストリート駅南側までで大部分がセントニコラスアベニュー、セントラルパークウエースト、8番街の下を通っている。総延長約23キロメートルのうち168丁目駅、キャナルストリート駅間が複々線で207丁目車両基地への入出庫線を除く全区間が地下線となっている。またコンコース線、6番街線、 クイーンズ・ブールバード線との分岐点は、交差支障が起きないように立体交差化されている。現在8番外線には A、B、C、D、E の5系統が運転されており、このうち8番外線を基幹路線とする A、C、E 系統にはビビットブルー、6番外線を基幹路線とする B、D 系統にはブライトオレンジのラインカラーが定められている。 A 系統は全線にわたって運行され、168丁目駅以南で急行運転を実施している。C 系統は168丁目駅以南で運行される各駅停車で共にハイストリート駅からフルトンストリート線に直通する。また、深夜には C 系統が運休となる代わりに A 系統が急行運転を中止して各駅に停車する。B d 系統は145丁目駅59丁目駅間で運行され、145丁目からコンコース線へ、59丁目から6番街線へ乗り入れていく。b 系統は各駅停車、d 系統は急行だが、d 系統が終日運転されるのに対し b 系統は平日の深夜と週末は運休となり、 また、コンコース線への乗り入れも2015年6月14日、現在ラッシュ時限定となっている。e 系統は50丁目駅で、クイーンズブールバード線から乗り入れてくる、各駅停車で、キャナルストリート駅から分岐する、ワールドトレードセンター駅への支線に直通している。終日運転される。8番街線の計画は、早くも1918年に、BMT ブロードウェイ線14丁目。 ユニオンスクエア駅、タイムズスクエアマイナス42丁目駅間が開業した直後から、当時建設中の57丁目から7番外駅から分岐し、セントラルパークウェストを通って、アッパーウェストサイドやワシントンハイツへ至る路線として検討されていた。1923年8月3日に、ニューヨーク市予算委員会は、ブロードウェイ線の延長として、ワシントンハイツ線を承認し、 この路線は64丁目からセントラルパークウエスト八番街セントニコラスアベニューを複々線で北上して170丁目へその先はフォートワシントンアベニューの下を複線で193丁目に至る路線として計画されたまた64丁目から南では複々線のうち一組の複線は57丁目から7番街駅でブロードウェイ線に合流し もう一組はそのまま八番街の元を30丁目のペンシルバニア駅まで南下する計画であった。一方で、ニューヨーク市長のジョン・ハイランは、それまで地下鉄を運営してきた民間企業に代わる市営地下鉄の建設を望み、1924年12月9日に、ニューヨーク市交通委員会は八番街線を含むいくつかの路線について予備的な承認を与えた。 8番街線の主要な部分には、すでに BMT に対し認可されていた区間を含んでいたが、機へは193丁目から207丁目まで延長することになった。また64丁目から南についても、複々線をそのまま8番街、グリニッチアベニュー、6番街、チャーチストリートと延長し、さらに複線で、フルトンストリートを通ってインスト川を潜り、 ブルックリンのダウンタウンまで延長するのが望ましいとした。クワイレは1925年3月14日にセントニコラスアベニューと126丁目の角で行われ、そして1932年9月10日、チェンバーズストリート駅 -207 丁目駅間が開業した。開業前には3日間にわたり乗客を乗せずに通常ダイヤで運行して開業に備えた。 また1933年2月1日には、フルトンストリート駅、J ストリート、ボローホール駅間が、3月20日には、J ストリート、ボローホール駅からの延長線として、J スミスマイナス9丁目線が開業した。1932年の開業時点では、8番街線には、急行の A 系統と、各駅停車の AA 系統の2系統が運転され、 深夜と日曜日には急行は運転されなかった。その後 A 系統は1933年2月にブルックリンまで延長され、さらに同年7月1日に IND コンコース線が開業すると、コンコース線直通電車は急行の C 系統、各駅停車の CC 系統に統一され、A 系統は145丁目駅北で各駅に停車するように変更された。さらに、 同年8月19日に IND クイーンズ、ブールバード線が開業すると、新たに各駅停車の E 系統の運行が開始された。最後に大きな変更が加わったのは1940年12月15日、IND6 番街線が開業した時だった。AA 系統はラッシュ時以外の時間帯のみ運行となり、ラッシュ時は59丁目から6番街線に直通する。 各駅停車 BB 系統に切り替えられた。CC 系統は、ラッシュ時に59丁目駅から8番外線を南下する各駅停車として残され、加えて、終日運転されるコンコース線6番外線の、休行は D 系統に変更され、C 系統は、ラッシュ時以外の時間帯のみ運行となった。この時確立された、運行形態は、今日の休行 A 系統、平日のみ、 運転の各駅停車 B 系統、各駅停車の C 系統、6番外線、直通急行の D 系統、そしてクイーンズに向かう、各駅停車 E 系統をして今日まで受け継がれている。IND ワースストリート線は、かつて存在した8番外線の延伸計画である。これは、キャナルストリート駅で終わる複々線のうちの各駅停車線を延長して、ワースストリートに、 伏線の地下鉄を通すというもので、ホーリースクエア、ジャダムスクエア、ラットガーズストリートマイナスイーストブロードウェイ、ロワー,ーイーストサイド、さらに、ウィリアムズバーグ橋を渡って、ヘーブマイヤーストリート、南4丁目の各駅が設置される予定であった。しかし、ワースストリート線の工事が行われている現場は、目撃されたことがなく、工事が行われたという証拠も残されていない。 今日この路線の痕跡は、キャナルストリート駅南側の各駅停車線にあるラッパ口のダクトとイーストブロードウェイ駅の上にあるミリ用の地下空間だけである。ありがとうございます。